皆さんこんにちは。どうも生きてます。ゆえママでーす。本日のテーマは、今までのタロットリーディング動画で一番重たいかもしれないです。トラウマについてリーディングしていきたいと思います。はい、なのでね、今回のテーマは、あなたのトラウマ、ね、消えますか？ね、あなたのトラウマ、ちゃんと消えていきますか？どうしたら消えますか？それを見ていきたいと思います。それではね、選択肢、はい、左から A、B、C、 気になるカードを選んでみてください。今回も3択のたくさんの方へ向けたリーディングとなりますので、ピンとくるメッセージは受け取っていただいて、ピンとこないメッセージはスルーしていただいて大丈夫です。タイムスタンプも概要欄やコメント欄に記しておきますので、そちらから飛んでみてください。それでは A さんから始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは A さんのリーディングを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。まずは、そう、 A さんのトラウマっていうのは何か、それをね、見ていきたいと思います。トラウマだからね、悩んでる人も多いと思うし、過去の、そう、出来事をふと思い出してまだ苦しむっていうトラウマもあるし、そう、いろいろなんだけど、ね、果たしてそのトラウマが消えることがあるのかね、それをね、見ていきますよ。はい、まずね、この、展開したカードを見ていくと、中心の部分、ね、あなたの中心の部分にはコウノトリのカードが来てます。ね、幸せ、幸福、そういうものを表していますね。で、この全体で見ると、上の方が、表面的な部分、そして下が深層心理っていうのかな、心の奥深くの部分、自分では気づいていないような部分ね、そういうのを表しています。うん、そしてこっちの、はい、こっち側が過去で、ここが現在、こっちが未来ですね。だから、そうだね、今はね、現状はなんか幸せそうだよね。ラッキーのカードも来てるし、クローバーのね、クローバーのチャンスとかラッキーのカードが来てる。ひょっとしたらあなたが女性だったら、そう、女性のカード、その、コウノトリの隣に女性のカードが来てるから、母親、そう、母親になったのかもしれないよね。そう、こっちがね、過去だから、そう、過去に、くっつけて、そう、妊娠した、出産したっていう、そういう流れがあるかもしれないよね。そうそうそう。でもね、表面的にもね、すごく幸せそうだよ。助けてくれる人もちゃんといるし、物質的な、富、そう、豊かさ、そう、何の生活にも、生活にそう、何の支障もないぐらいの豊かさあるよって。それから、子供が好きなのかな、やっぱり。子供に囲まれてるよね、このカード。子供がいて、まあ、交流とかね、イベントとかも、そういう意味もあるけど、これで見ると、やっぱり、子供絡みかなって思うよね。ねえ。それから、下だよね。深層心理の部分では、何か手紙、お知らせ、
ね、過去に何かのお知らせが来た、そのことでちょっと不安だったり、そう、心が揺れ動いてね、しまったことがある。それがあなたのトラウマなのかな。それは約束事だったりする。そう、例えばだけど、この本当に例えばだけどね、指輪のね、指輪のカードで、しかも不安になる。だから恋人と音信不通になった過去があるとかね、婚約を破棄された過去があるとか、そう、この手紙が載ってるけど、そう、音信不通、手が、連絡来なくなったっていう意味もね、この二つのカードからは現れるし、それでそう、連絡来なくなって音信不通になって婚約破棄されたとかね、そういう過去があって、そのことを今でも思い出してしまって辛くなるとかね、そういうことがあなたのトラウマかもしれないですね。だけども今は幸せなんだって、そう、乗り越えていくんだってね、そういう風に見て取れますよね。じゃあ次行きましょうかね。じゃあさっきの、まあ私が例えでしか表せなかったけど、具体的にあなたのトラウマってどういった類のもの、そういうのを見ていきたいと思います。はい、オープンします。ワールド、全部逆位置だね。やっぱり何かトラウマ級のことがあったっていうのは間違いなくて、あなたのね、生活、世界を覆してしまうような出来事がやっぱりあったよね。あなたの女性としてのプライドを傷つけられたんじゃないかな。そう、あなたの純粋な心、そういうのを傷つけた人がいる。もう、だからもう希望も失ってしまったよね、そこで。希望も失ってしまったし、そう。ひょっとしたらだけど、あなたの初めての恋人だった可能性も高いよね。ね、あなたの純潔さ、そういうものを奪っておきながら、いなくなってしまったとか、そう、そういうこともあり得るよね。それがさ、どういう、人なのか、あなたを傷つけたお相手っていうのがどういう人なのか、それをちょっとね、見てみましょうね。あなたを傷つけた人、どういう人ですか？なんかすごくカリスマ性のあるような人だったのかな。もうすごいモテる人、周りから大人気っていうか、お相手様を、途切れるようなことがないような人、まあそういう人にあなたも、まあ、あなたもっていうか、ちょっと捕まってしまったのかな。本人は悪気はなさそうなんだよね。全く悪気なさそう。だけど、太陽みたいな影響力の影で人をいっぱい傷つけてるんだよね。そりゃそう、そうだよ。この人が太陽だとしたら影になる人はいっぱいいるわけだから。
ね、太陽って言ったらさ、暑いね、灼熱なわけだからさ、やけどする人もいっぱいいるだろうし、そういう部分ね、もしかしてそう A さんは恋ね、恋愛部分でトラウマがあるの、ある人が多いんじゃないかなっていうのが見た感想だよね。じゃあ、あのトラウマがあるのはもともとね、あの見に来てくれた人はあるだろうっていうのは分かってたから、そのトラウマがね、消えるのかどうかっていうのを見ていきたいと思いますね。ここからだよ、ここから大事ね、トラウマ消えますか。はい、オープンします。そうだね。トラウマが解消するのかどうか。あのね、自信をやっぱり取り、戻していくことが重要みたいだね。そう、今ちょっと視野が狭くなってるんだって。だから、そう、視野をね、広く持ってって言ってるんだよね。そして、モラルのある、そう、考えや行動をちゃんとしていくのが、そう、いいよってね、教えてくれてますね。トラウマがあって、ね、辛い気持ちあって、ね、どこか、その自分を傷つけたこと、相手に対して仕返ししてやりたいとかさ、何かしら報復してやりたいっていう気持ちになってるかもしれないけど、それはやめといてって、広い、本当に広い心持ってってね、教えてくれてるんだよね。まあ、それはつまり、許してあげてっていうのかな。許しの心を、言ってるんだと思うんだよね。それは別に相手を許すとかじゃなくて、自分を許すってことね。その自分の苦しんでる心をもう許してあげてってこと。そう。もう、他人、その傷つけた相手なんてさ、どうでもいいわけよ。向こうだって、変わらない時は変わらないし、ね、あなたが関わらない限り、もうね、どうだっていい相手のはずでしょ？そう、だから、あなたのトラウマは、やっぱりあなた自身のものなんだよね。お相手のものじゃなくて。だから、そう、あなた自身を許してあげてって、そういう風に苦しんでる自分をもう解放してあげてって言ってるんだよね。そう、そうなんだよね。こっちもね、そう、自信がやっぱりそのトラウマのせいでなくなってしまってる。そこの自信さえ取り戻せれば、トラウマって消えるってね、教えてくれてるんだよね。ちょっとずつでいいよって。そんないきなり、バッて消えることないから、ちょっとずつでいいけど、そう、自分の自信取り戻していってって。自分のいいところ、いっぱい思い出してって。そう、言ってるよ。ねえ、それから、これ、まあ、こっちで、その、モラルとか、ね、そういうの大事にしなさいって言ったけど、こっちは、こっちで、時には、そう、手段を選ばない、
ことも必要だよって言ってるんだよね。だけどそれは あくまでモラルの範囲内でってこと。うん、そうね。例えば手段をね、そう、手段を選ばないとかだから、そう、あなたのトラウマになってる部分、うん、例えばその思い出の品がまだあったとしたら、もうそれをズタズタに切り裂いてねもう捨てるとか、そう、思いの丈をねそこにぶちまけるっていうの。そう、でもそれって誰にも迷惑かけないじゃん。そう、そんな感じで、あの時はよくもやってくれたなみたいな感じでその思いの丈をぶつけて処分するとかね、そういう時にはね、手段を選ばないようなやり方で、あのトラウマを払拭するね、そういうこともいいんだよって教えてくれてますね。あのずっと抱えることないからね、トラウマ。うん、あなたはもう十分に幸せを得ているはずだから、うん、もうね切り離していいって言ってくれてる、本当に。うん、そう、もう自分をね解放してって、許してあげてって。うんね、だから、うん、そうそうそう、これ以上ねトラウマ持ってる必要全くないよって。あなたにはそうトラウマ手放せるはずだよって教えてくれてるよね、カードさんからね。他にも何かメッセージあったらもらいましょうね。はい、オープンします。見て、すごいよ。あなたはね、トラウマ払拭できます。はいだって見て、ほら、ここゴール、うん、ここゴールね。もうほら、すぐここ、もうゴールまでね、もうあとちょっとで飛び込んでくるね。トラウマを解消できるまであとちょっとって出てるよねえ、よかったね。そう、何かがきっかけでふって消えたりするんだよね。そうなのよ。もう見て、月に星両方来ちゃった、すごい。そう、あなたはもうね、もう何この運命、そう、運命をね手繰り寄せてる。もう幸せになるべき運命を手繰り寄せちゃってる。もうトラウマなんてね、もうないよなくなるよ絶対。うん、こっちもね、そう、もう想像してみてって。そう、何もね、そう、トラウマとかで悩まされない、そんな日々想像してみてって。そう、それがあなたの運命だよって。そうね、ゴールするってよかったね。トラウマから解放できる気できる日来ます。だからね、安心してね。うん、はい、それじゃあね、またね、天体のカードさんからもアドバイスもらっていきましょうね。おっ、あ、すごい、ヤギ座ヤギ座さんだ。諦めないでっていうカードだよこれ。そう、あなたがね、抱えてるトラウマ、それをね、消えないかもしれないって諦めないでって言ってるよ。そう、あなたには、そう、中途半端なこと、あの、何か、やり遂げる力だね。そうそうそう、やり遂げる力ありますよって出てるから、そう、必ずトラウマを消し去ることできるよってこっちでも言ってくれてますね。まだ途中かもしれないね、まだ完全に消すことできないかもしれない。でもいつか必ずトラウマ消えるから、絶対諦めないでって。完全に消し去ることはあなたにはできるからねって
言ってくれてるよね。だからね、もう信じて過ごしてね。うん、はい。じゃあね、最後にね、龍神様からもカードアドバイスもらいましょうね。なんか出たがってるな、これ出たがってますね。はい。あ、カリュウ様ね、カリュウ様は新しい魅力の開花ね、まあ、イメージチェンジしてみるのもいいと思うし、まあ要はなりたい自分になる、うん、そう、なりたい自分に近づくことで自信が溢れてくるって、こっちでさ、自信をちょっとずつ取り戻すといいよって言ってたけど、そう、あのね、なりたい自分になっていけばいいんだって。それが自信を取り戻す近道。うん、例えばだよ、髪の毛染めよっかな、うん、本当はその、うん、明るい色にしたいけど、周りから、うん、どう思われるかなって思うからできないとかね、うん、そう思ってたとしても、例えば職場で別にカラーリング OK だよとかだったら思い切ってやってみればいいし、そうそうそう、服装とかもさ、私もそうだったけどなんていうの、ロリータ系のさ、ロリータまでいかないんだけど、クラシックロリータみたいなさ、ちょっとそのふわふわとかさ、ひらひらとかさ、そういう服が好きなんだけど、まあもういい歳だし、うん、と思ってたけど、やっぱりでも好きだからと思って、最近また買い始めたりしててで、そういう風に、そう、周りの目を気にしてやらないんじゃなくて、もういいじゃんみたいな、そう、好きなんだから好きなことやればいいよって思うんだよね。それがあなたの自信に近づくの。だってさ、ね、どんどん年取っていくわけじゃん。私もそう思って好きなことやるようになったんだけど、どんどん年取って、どんどんさ、好きな服とかさ、似合わなくなってくるなら、今のうちに着ちゃえばいいんじゃないと思って、そう。だから好きなことしたり、そう、してるんだよね。うん。だって年取ったらさ、体力だってなくなってさ、好きなことだってできなくなったりするわけじゃん。それってすごい悲しいじゃない。だから周りの意見とかそういうのに縛られないで好きなことするね、それがやっぱりいいと思うよね。そう、カリュウ様のアドバイスでラッキーアイテムがね、花柄のものだって。うん、花柄のものとか、お花のアクセサリーとか、そう、生花もいいんだって。うん、普通にこう、ね、花瓶にお花飾ったりとか、ね、そういうのもいいし、うん、あとね、なんか食べ物でラッキーフードは、ビーフシチューとか、カレーとか、香りのいい料理、うん、そういうのがね、ラッキーフードなんだって。なんかこう、そうだね、気分を上げたい時とか、逆に気分が沈んで、あ、最近疲れてるなとかさ、うん、そういう時とかにカレーとかビーフシチューいいみたいだね。うん。はい。そう、よかったらね、なんか花柄のものとか、あとは香辛料のね、効いた、そう、カレーとかね、食べてみてね。うん。はい。まあ、以上がね、A さんのと思ったけど、ごめんなさい、こっちの、そう、選択肢のカード言うの忘れてました。はい、このカードね、うん、運命の輪、あ、ごめん、運命の輪のカードで、もうまさに、ね、運命の輪、チャンスは、そう、巡ってくるよっていうカードで、だから自分のトラウマは自分で、消せるよっていうことなんだよね。うん、ちゃんとそのチャンス、自分で掴んで、その、この運命の輪を自分で回して、トラウマを消す。で、それがあなたにできるよって。
こっちでもやっぱり言ってくれてるんだよね。うん。だからね、時間は、かかったとしても必ず消せるから、うん。安心してね。うん。ねえ、カードさんたちもね、いっぱいいっぱい応援してくれてるから、ねえ、信じて、ね、アドバイス、何か取り入れられることあったら、やってみてくださいね。はい、それではね、A さんのリーディングを終わろうと思います。何かピンとくるメッセージなどありましたら、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それでは B さんのリーディングを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。まずはね、うん、ね、B さんの、その、ま、トラウマ、そういうものをどういう状態で、ね、トラウマがどういう状態で現れているのか見ていきたいと思います。はい。A さんの時もね、真ん中にね、コウノトリのカード来てたんだよね。今は、やっぱりね、幸せ。うん、幸せっていう、ね、そういう、中心部分は、そういう思いで、できてるんだけど、そうだね。で、そう、上の部分が、うん、表面的な部分ね、心の。で、下が、深層心理っていうの？心の奥深くの部分。あるいは自分が気づいていないような部分。うん。そして、こっち側が過去、現在、未来。ね。そういう感じで見ていくんだけど、まずは、うん。何か最近、変化あったかな？何かしらの変化があった？うん。ねえ。なんか移動するタイプの、移動とか行動、移動、変化っていうカード2枚も来てて、うん。あ、3枚かな？こっちの、この棺のカードも、そう、何かが終わって何かが始まるみたいな変化を表したりもするんだけど、そんなカードが3枚も来てて、うん。ね、じゃあ、こっちの下、深層心理から行くと、うん、何かがね、過去何かが終わって、何かが始まった。うん、それってすごい、あなたにとって希望に溢れること。ね。そうそうそう。もう今につながる希望に溢れること。ね。そうなんだよね。だけど、未来で、キツネさんのカードが来てて、そうだなぁ。ちょっと置いといて、うん、置いといて、表面的な部分で、何か約束ごと、約束したことに対して、ストレスを感じてる。体調とか壊してないかな。それがものすごい変化なんだよね。うん。引っ越しとかした？引っ越しあるいは旅行ってことないよね。旅行してる？あるいは、就職したばっかりとか、ね、契約、ね。会社と契約したことで、そう、就職した、でも、慣れないことでストレス溜まってるよ、とかさ。うん、行動を過去に起こしてるから、うん、その今幸せなのは、その、自分が望んだ会社に入れたよっていう幸せ、幸福感だったりするかもしれないよね。うん。そう。この何かが終わったっていうのは、例えば、
大学生活が終わったよってね、それで就職活動して望むところに入れたよって、そういうことも考えられるし、別に大学生じゃなくてもいいんだけどね。うん、そうそう、前の会社終わってとか、次の会社いいとこに入れたよってね、そういうのでもいいし、うん、希望には満ち溢れてるんだけど、だけど慣れない生活にちょっと疲れてたりストレス溜まってる、でそんな感じに出てるんだよね。あのトラウマってなんか昔騙されたことあるのかな。この狐のカードって人を騙すとかそういうことを暗示してたりするんだけど、そう、騙された経験があってそれを今でも引きずってたりする、それがあなたのトラウマとか、騙す、例えばお金貸したら返ってこなかったとか、そう、友達だと思ってた人に裏切られたとか、うん、あのもっとね、そう、小学校とかさ、中学校とか高校とか、もっともっと若い頃にそうちょっとしたこと、そう、些細なね、友達とのトラブルで傷ついたとかさ、そういうことでもあなたは、うん、今でもそれをね、うん、時折思い出すって、で何かに縛られてる、ね、そういう感じが消せないとかね、そういうトラウマひょっとしたらあるかもしれないね。うん、で未来の部分が、うん、男性がいるよね。うん、男性に何か関わってくることがある。うん。まあ、コウノトリの隣にいるから、うん、男性とお付き合いするかも、とかね。うん。そう。そういう可能性高いし、この船のカードもあるから、やっぱり何かしらの変化？変換期？なんだよね、これ。変換期が起こるって。だから男性とお付き合いするのかなーって。でも心の中では、いや、また騙されたらどうしようとかね。そういう風に感じてるんじゃないかなー。まあ、ちょっとね、現状を見たらそういう感じに出たんだけど、そう、そのね、実際にね、もうちょっと、だけ詳しくあなたのトラウマ見ていきます。辛かったらちょっと飛ばしていいからね。うん、もうね、辛かったらね、見るのやめていいからね。うん、そこまで無理してね、見なくても大丈夫だからね。うん、ね、トラウマって本当にさ、辛いよね。だってさ、なんていうの、あの自分でさ、思ってなくても急に思い出したりするからね、フラッシュバックとかで急に、本当にさ厄介だよね。はい、見てくよ。あ、誰だ、あ、ちょっと待ってて、はい、失礼しました。ピンポーンがピンポーンってなった。はい、まずね、うん、やっぱ、あ、うん、やっぱり、あ、トラウマあるんだね。うん。まあ、例えばさっき言ったけど、トラウマが、子供の頃の、いじめとか、うん、嫌がらせだったとしたら、やっぱり、その、やってきた人は、ちょっとね、うん、手強い人だったんじゃないかなって出てるよね。うん、あなたは我慢を結構強いられてた。うん、そういう風に出てるんだよね。何か物を取られたり、なんと隠されたりとかしたのかな。うん、そのこれは復活とか、うん、まあ、なくしたものを見つけるっていう意味もあって、心の奥底で
そう、あの時隠されたものとか、そう、そういうものを見つけたいって思ってたり、うん、あるいは夢とかで見るのかな、あの時隠されたもの、そう、奪われたもの、そういうのを取り返す夢を見たりしてる可能性もあるよね。うん、そう、あなたのことを、うん、あなたに辛い目に遭わせていた人っていうのはちょっとリーダー的な存在でもあったんじゃないかな。あなたがどうあがいたとしても、周りにはたくさんの仲間っていうか、そういう人がいて太刀打ちできない、そういう構図だったんじゃないかな。とにかくね、手強い相手だったっていうのが出てるんだよね。ね、それがちょっと分かったから、もうトラウマはね、置いといて、これ以上ね、深掘りすると辛いから、ね、早速だけど、トラウマがね、消えるのか、それをね、見ていきたいと思います。私さ、あんまりさ、タロット占いで暗いリーディングとか、嫌なリーディングとかしないって決めてるんだけど、そうだけどね、これはね、なんかピンとね来たんだよね。これやってってね、カードさんからね、そう来たの。だからそれを望んでるリスナーさんがいるのかなと思って、うん、やってみたんだよね。はい。戦車ね、ガンガン進んでってどんどん進んで、ガンガン進んで、そう、あなたのやりたいことどんどんやってってって、そう、あなたのことね、傷つけてる人はもういないはずだから、そう、何も恐れることないよって、自分の望むもの手に入るよって言ってくれてるよ。そのために、そうね、マジシャンのカードも来てる。そう、あなたにはね、望む場所、望むことをするための準備っていうのがね、ちゃんと整ってるよって、準備万端だからやりたいことやってって、そうね、来てるよ。そして、そう、これはね、忍者のカードだけど、まあ、やっぱりね、時折自分を見つめること、それが重要になってくるんだよね。自分自身と対話する、そうすることで消えていくのかな、トラウマ。オラクルカードさんからもアドバイスもらいましょうね。まあ、なんだろうな、今ちょっとストレスはあるって出てたから、そのトラウマが特に強く出てるのかもしれないよね、生活に。はい。他人と協力していくこと。深く知ること。なぜ？まあ、なぜとね、深く知ることって似てるけど、あなたのトラウマに対して何かするべきことがあるのかな？やっぱり自分を見つめること？まあ、要はね、探求してるんだよね。似てるカードが来てるんだけど、自分自身と深く見つめ合う。それがトラウマを消す方法なのかな。
思い込みってあるじゃん。うん。思い込み療法みたいのなかったっけ？うん。その、いじめってさ、いじめられた側はもうずっと覚えてるけど、うん。いじめる人ってさ、全然、いじめたこと覚えてなかったりするじゃん。なのにさ、いじめられた側ってさ、ずっと覚えてなきゃいけないっていう謎のさ、そういうのがあるじゃん。ひどくない？そう。だから、思い込みで、ね、消してく、トラウマを。自分はだってさ、悪いことしてないんだからさ、覚えていたくないじゃん。うん。だから、悪いのは全部あの人たち。私は何も一切悪いことしてない。そう。この記憶を覚えて、いる必要なんてない。みたいな。そう。今すぐ消えなさい。みたいな感じで。自分自身に言い聞かせる。そう。うん。ずっと私の中に居続けるなら、私ずっとあなたのことを、トラウマね、トラウマのことをお尻ペンペンするからね、みたいな。そう、嫌なら早く消えなさい、みたいな感じで、トラウマを、追い出す。うん。そういう思い込み療法とかもありかなって私は思うんだけど、どう？どう？って言ってもね、うん。他人とでもさ、他人と協力ってどういうことかな？これ補足もらっていいかな？うん。ね、他人と楽しいことをして、トラウマを消すっていうことかなとは思うんだけど、ねえ、そういうことが一番いいんじゃないかなって私も思うんだけどね。うん。はい。狭間で揺れてる。うん。現実と夢っていうのかな。その狭間で揺れてる感じだよね。楽しい時はトラウマは忘れられるけど、一人になったら思い出しちゃう。それが正直なところって。うん、そうだよね。そうだよね。ああ、そうか。自分の殻に閉じこもっちゃう？そうか、まだ無理か。まだ無理かな。トラウマを、ね、完全に消すことはまだ無理かもしれない。楽しい時は忘れられるけど、でもやっぱり一人になると思い出しちゃう。うん、自分のね、そう、他人といると忘れられるけど、でもやっぱりね、深く考え、どうしてああなったんだろうって考え込んじゃう。前向きに考えたいけど、でもやっぱりこっちにたどり着いちゃうって。カードさん出てる。うん。そうか。辛いね。ちょっと待ってね。とりあえず全部カードさんからアドバイスもらっていこう。そこに何かヒントあるかもしれないからね。叩ける。それからあなたはね、羽ばたける人
そこは出てるよね、ちゃんと。そう、今とっても幸せな部分ちゃんと出てたから幸せにはなれる。でもトラウマがその時折邪魔をするね。うん、はい。うん、やっぱパーティーね、してパーティーして嫌なことを忘れてってね、そういうこと。うん、そうか。意外とね、意外と若い時の方のトラウマの方が根強くね、そう根強くね残ってるもんなんだよね。純粋だっただけにね。そうなんだよ。はい。まずね、はい、これね、白鳥座。そう、あなたにはね、そう、白鳥のようなね、力強さあるんだよって。そう、あなたって結構優雅に見えるんだって。うん、そんなね、バサバサってそう、バサバサって飛び立つような、うん、力強さないように見えるんだけど、うん、だけどその思いっきり羽ばたいていけるような強さ秘めてるんだって。うん、だからね、あなたが望むことあればいつでも羽ばたけるよって言ってますよ。うん、だからやりたいこと、夢、目標あるなら全然、うん、できる、できるけど、トラウマ、トラウマに対してはどうなんだろうね。このパーティーは、そう、パーティーをすること、みんなでワイワイすることで新しい発見があるよって。そこに何かヒントがあるのかな、ひょっとしたら。トラウマを消す、別にここまで大勢じゃなくてもいいんだよ。うん、仲のいい友達と二人でそうご飯食べに行くだけでもいいし、それパーティーだから、お紅茶、紅茶とかコーヒーとか飲んでほっと一息ね、する。そういう時間も大事だよって。あ、さっきさ、一人の時に思い出すって言ったよね、トラウマ。だから、一人の時間を嫌な時間にしない工夫をすればいいんじゃない？うん、そのコーヒー、ね、一人でなんか、あ、暇ができそう。うわ、なんか嫌なことを思い出しそうと思ったら、大好きな紅茶入れるとか、大好きな紅茶入れて大好きな、そう、テレビの録画見るとかそう、そういう習慣をつけちゃうとかね。うん、そういう風にしてもう思い出す隙を与えないね。そういう物理的な、そう、防御、うん、そういうのもいいんじゃないかな。うん、ね、物理的な防御だよ。ああ、これ一番のカード、金龍様、いよいよ形になるとき、ああ、言ってくれてるよ、今までよく頑張ったねって。うん、あなたが望んできたもの、うん、現実化できるよって。そう、だからあなたがトラウマを消したいってね、本気で望めばそれも叶うよってやっぱり言ってくれてる。うん、そう、もうね、なんていうのかな、おじけづかずに、そう、しっかりと、見極めて、うん、やっていくといいよって、そう、消していきなさいって言ってくれてる。怖いものないよって、私がついてますって、ね、金龍様ついてくれてるって、そう、本当はお金の神様なんだけど、ね、具現化するっていうのが、この神様の、持ち味だから、あなたのね、ところ、あなたのところへ来てくれたってことは、絶対叶えてあげるよって、あなたの望み絶対叶えてあげるよっていう強い、意志を持って来てくれたんだと思うよ。
うん、あなたの願い絶対叶えてみせるって。そう、あのね、龍神様ってすっごい優しいの。すっごい優しいの。だからね、あなたが願えば絶対叶えてくれるよ。うん、そう、あの龍神様もそうだし、天使とか、そう、なんだっけ、天体とかお星様ね、とか願えばちゃんと叶えてくれるの。そう、だからね、願ってみて。そう、私はこうしたい、トラウマを消します、何々したいでもいいけど消しますってね。そう、ちゃんと省略形にする。そう、消してみせますとかね。そう、そうやって強く願うことで、うん、必ず消えていくはずね。具現化の神様だから、うん、あなたの願うこと必ず叶うからね、心をね強く持ってね、うん、負けちゃダメだよ、トラウマなんかに。あなたは何もさ悪くないんだから。はい、それからね、最初に選んでくれたカード、これあれだよ、これムーンだね、月の神、月のカードなんだけど、そう、あなたの心ってやっぱり繊細、うん、とっても繊細なね人なんだなっていうのが伝わってくるよね。そう、だから心がね、うん、揺らぐ気持ち、うん、そういう時あるけど、だけども月のね移り変わりのように、ずーっとね、そう、ずーっと三日月のまんまなんてありえないでしょ。必ず満月にもなるし、新月にもなるし、そう、半月にもなるし、そう、移り変わっていくから、いい時も悪い時も、そう、全部自分なんだよっていうのをね、覚えておけば何も怖いことなんてないでしょ。うん、例えばだけど、この月の満ち欠けのようにね、新月とか満月ってすごい力があるから、そういう時って何かとんでもないことが起こったりするよね。自分の気が大きくなったりさ、そうするから、あ、自分今なんか、そう、衝動的になってるなとか、いつもよりそわそわしてるなとか思ったら、あ、月のせいなんだとかさ、そう、月のせいにしちゃえばいいんだよ。うん、あ、なんか今自分不安定だな、あ、月のせいだみたいな感じで、そう、月のせいにしちゃえばいいんだよ。うん、そういうね、あなたはそういうね感じ、つまり、そう、月のように繊細なんだよってことね。繊細な部分ね、つまりは感受性豊かってことだから、うん、悪い部分ばっかりじゃないよね。感受性豊かって、人の気持ちもちゃんと理解できるし、そう、いろんなねセンスがあったりもするし、いいこともいっぱいあるからね、その自分の素晴らしいところ、うん、いっぱい見てあげてね。うん、そうすればね、自信がどんどんついてきて、嫌なことなんてね忘れられるはずだからね。うん、はい、それじゃあね、 B さんのリーディングは以上なんだけど、一番最後にまたトラウマについての雑談をしようと思うんだけど、そこで話そうかなと思ってたんだけど、ちょっと少し話させてもらうと、トラウマって本当に厄介で、急にフラッシュバックして、わーってさ、パニック状態になるぐらい来ることあるでしょ。そんなにひどいトラウマがなんかね、ふっとね消える時が来たりするんだよ。うん、なんかね、私の体験談だけど、本当に厄介なトラウマがあったの。だけど気づいたらそれがなくなってたっていうことがあって、そう、だからね、どんなに辛いトラウマがあったとしても、絶対消えないっていうことは、うん、保証ないから、そっち側の、そう、絶対消える、
可能性だっていっぱいあるから諦めないでほしいんだよね。うん、まあ、そういうのをね伝えたいっていう思いもあって、今回そうトラウマについてのリーディングをしてみましたね。たとえねそうすぐにそうトラウマが消えなくても、そう徐々に徐々に薄くなっていってる可能性もあるからね。うん、だからね、あの諦めないで、うんね、希望を持ってそう生活していってくださいね。はい、それではね終わろうかな。はい、何かねピンとくるメッセージありましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それではCさんのリーディングを始めていきたいと思います。よろしくお願いします。まずはね、そう、Cさんのトラウマ、それがどういう状態なのか見ていきたいと思います。まずね説明すると、上が 表面的な部分、あなたので、下が深層心理とか、あとは心の奥深くの部分で、あなたも気づいてないような、深い部分。そうで、一番真ん中があなたの中心部分で、こっちが過去で現在で未来ねえ。だからまずあなたの中心部分から見ていきますか。で、中心部分はクローバーのカードが来ていて、そうクローバーって何かチャンスとか、そうラッキーなことが訪れるとかね、そうチャンスが訪れる、何かチャンスが来てるのかな。うんねえ、チャンス来てるんだけどチャンス来てるんだけど、両脇、その両脇にストレス、どっちもストレスのカードが来てるんだよね。うん、そのチャンスがどういった事柄かっていうのにもよるけど、うん、まあ、下、まず下見てこうか。うん、過去に何か約束とか契約を交わしたね。うん、で何か変換期、何か変化が訪れたよね。交流とか、何かイベントごと？うん。それから表面的な部分では男性のカード、ワンちゃんのカード、ワンちゃんは助けとか仲間とかそういう意味合いね。で、山のカード、山はね、障害とか、乗り越えなきゃいけない壁とか、そう。まずね、そう、男性が出てきてて、この、助けてくれる人、友人とか仲間っていうのが男性なのかな。うん。そう。ね。でも、山。まあ、これは将来的な部分でもあるんだけど、何かね、障害、うん、障害が立ち塞がってるよね。そう、それがストレスなんだよね。うん。何かイベントごとなのかな？うん、交流とか、ちょっと、なんかこの状態だと、トラウマっていうのがどこを指してるのか分かりづらいんだよね。トラウマってさ、基本過去に起こることでしょ？だけどさ、この下見るとあまり良くないことって起きてなくて、言うなれば、指輪？そう。何か約束ごとしたんだけど、大切な人が、例えば留学しちゃったとか、海を越えてね。だから船。そう。海を越えて留学しちゃったとかね。そう、約束してたのに、みたいな。そう。
そういうトラウマがあってそれがストレスになってるとかね、そう、そういうことは考えられるんだけど、ちょっともうちょっと補足もらおうね。何か具体的なね、トラウマありますか？はい。あー、大学。これ大学っていう意味もあるんだけど、やっぱり留学とかしたのかな？留学。もうちょっともらおう。うん、大学。大学だったら確かに留学しちゃいそうだよね。遠くに行っちゃいそう。遠距離恋愛になったとかそういうことも考えられるけど。花束。お祝い事ではあった。うん。こっちでも花があるなぁ。交流とか、交流の場で、お相手と出会ったのかな。うん。で、何か約束を交わしたけど、それを守られることはなかったとか、うん。ね、祝福されるべきだったのにとかさ、うん、そういうことあるね。じゃあ、よいしょ。さらにちょっとね、深くトラウマっていうのがどういうものだったのか見ていきますが、ちょっと辛いなね、見るの辛いなっていう人はね、飛ばしてください。はい、もうわざわざね、見ることないからね。うん、本当に辛いなって、もう嫌だなと思うなら消していいからね。うん、何かしらね、あなたに影響を与えた人がいるんだって。うん、すごく周りに影響も与えてるような立派な人。うん、その人とあなたの間で具体的に何があったかとかはわからないんだけど、そう、運命の輪が反対で来てるから、そう、何かがうまくね、そう、進まなかった。うん、この天秤のね、ジャスティス、正義のカードが来てるんだけど、この正しく進まなかった物事が、うん、こうするはずだった、こういう風に、うん、する予定だったのに、それが、うまくいかなかった。うん。ね、何か約束してたかもしれないって出てたから、それをね、断られた。うん。裏切られた。正しく守られなかった。予定していたのに、ね、祝われるはずだったのに、祝われることがなかったとかね。そう、とにかく、お相手様との間で、間違いが起こってしまったんだよね。果たされる約束が果たされなかった。そのことでね、トラウマになってるのかな。ちょっと、もう一回見ていい？そうだね。またさ、男性のカード来てたでしょ？
だからまた男性関係のことで裏切られること、約束を果たされないことがあるんじゃないかなってね、思ってそうなんだよね。そこで不安になってる、それがストレスになってるんじゃないかな。じゃあね、トラウマが消えるか見ていきましょうね。ね、何かね、自分の障害としてね、男性が立ちはだかるんじゃないかって、そういう不安があるかもしれないよね。だから以前あなたに影響力のあった人っていうのも影響力だから、あなたのこと助けてくれてたりサポートしてくれてたりした人だった可能性あるよね。今回もそのあなたのサポート役で出てきてたから、同じような役どころ、そうだからこそ不安なのかな。はい、オープンします。そうだね、まずはやっぱりね、過去のことでそう不安が出てますね。まさにこれ、そう過去のことを思い出す、不安になる、そういうカードなんだよね。過去にとらわれてる、そうだけどこっちもね、今ちょっとそのラッキーなこと、チャンスが訪れてるって言ってたでしょ。それに対しては前向きに、前向きに頑張ろうとするところもあるよね、もちろん。だけどね、ちょっと空回りしてる部分もあるかな。やるぞっていう情熱がちょっと空回りして、周りの人がついていけない状態になってるかもしれないんだって。そうだからね、なんていうのかな、その過去の不安を払拭したいがためにから元気っていうのかな、なってる部分あるかもしれないね。そう、前と同じような状況になってしまっている、だから前とは同じ失敗しないぞって、なんか力が入りすぎてるのかもしれない。そしてこっちが、あなたはその周りに親切にされたり思いやりを与えられたり、するって出てるんだけど、そうされるだけじゃなくて、自分からも思いやりをね、人に分け与えたりね、親切にしてあげることで周りの状況っていうのがすごく良くなっていくんだって。ね、あなたの、そうだよね、信頼とか信用っていうのをそう根付かせるっていうことが重要なんじゃないかな。じゃあね、オラクルカードさんからもね、トラウマが消えるのか聞いてみたいと思います。ね、どうでしょうか。はい。はい、行きまーす。お。はい、まずね、この2枚だよね、2つ意味があるかなと思うんだけど、まずはこれね、やっぱりここがゴールで、そう、もうすぐ、ね、あと少しでゴールにたどり着くでしょう。だからあなたのトラウマっていうのは消せるよ、ね、そういう風に出てるのと、あとはこっち、トレジャーアイランド、宝島、ね、あなたの宝島ね、それはあなたが、そう、望むもの、目標、夢とかそういうのなんだけど、そう、そこへのゴールももうすぐだよって、そういう意味もあるよね。そしてそれが叶うことで、トラウマも消えていくよ。
まあ、その3つかな、うん、そういう風にも捉えられるから、うん、ただねこっちはね、なんていうのかな、ぐる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 そう、ぐる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 巻いてるでしょ、あの同じことが繰り返される、うん、何かが繰り返す、そういう暗示もあるんだよね。だから今同じことが来てるのかもしれない、前と同じような場面に出くわしてるのかもしれない。そうだけどもちゃんとゴールはできるよって、そう同じじゃないんじゃない、似てるだけであって、そうぐる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 同じようなことを回ってるように思えて、ほら見てこの先っぽ消えてってる、うん、消えていってるの、終わりは来るってことを表してるんじゃないね。だからさ諦めないで、うん、自分の今やりたいことそっちに集中してみてね。うん、そうそうそう、あと思いやりとかね、そう人に親切にしたりね、そこ重要だよってね、来てるからね。うん、はい、じゃあね他のカードさんからもアドバイスもらいましょうね。トラウマがさ、同じようなことがさ、そりゃねえまた来たらさ、ちょっと引くよね、ビビるよね、そりゃ身構えちゃうよね。うん、はい、うん、これさ、そうさっきさ、こっちの方で皇帝のカード来てて、そう皇帝の方と何かあったかも、ね、皇帝っていうか影響力のある方とあなた何かあったかもみたいなこと言ったけど、今度はあなたが影響力のある人になるんだってすごーいね、やっぱチャンスが訪れてるんだって、あなたに。うん。そう、今度はあなたが影響力をね、持っていく。そう。だからそういう人間になるためにも、周りに親切にする。思いやりをね、大事にして行動する。ね、そうすれば周りからの信頼って熱いものになっていくから、自然と、そう、影響力与えられるような人になる。ね。だからね、そう、自分が、例えば何かしらで主導権握れるみたいな、そういう立場になっていくんじゃないかな。うん。ねえ。それから、眠る時間。うん、睡眠をね、ちゃんととってねって出てるよ。ねえ。なんていうの？やっぱり、睡眠、ちゃんと睡眠とってないと、疲れが溜まるのはまあ当たり前なんだけど、そう、レム睡眠とさ、ノンレム睡眠って知ってるでしょ？うん。すっごい疲れが溜まった状態で寝ると、夢見やすくないですか？うん。それでさ、昔のトラウマ見ちゃったりすることある？私あったんだけど、だからそういう風に疲労が溜まった状態が続くと毎日毎日嫌な夢見ちゃうから、そう質のいい、うん、睡眠っていうのを心がけて、なるべくそう、その疲れっていうのを溜め込まないようにする、それ大事だと思うよ。その眠ってからすぐ深い眠りに入ることで、それが大事だって言うでしょ？そうすることで、そう、嫌な夢っていうのを、
見ることも少なくなるんじゃないかな。まあね、起きた時にノンレム睡眠かレム睡眠かだったかで、まあ夢っていうのは覚えてるか覚えてないかっていうのは決まっちゃうんだけど、でもさ、疲れてない方が断然いいと思うし、そう。だからさ、寝る、眠る時間、寝る、だから、そう、睡眠の質っていうのをちょっと考えてみるといいかもね。そうそうそう。今さ、いろんな、やつあるじゃん。いい睡眠をするには、みたいな。寝る前にさ、ヒーリング音楽を聴くとか、あとは、なんだっけ。私たまに飲むけど、寝る前に飲む栄養ドリンクとか、カフェインが入ってないやつとか。あとは、寝る前ってさ、体を冷やすといいんだって。特に頭、後頭部。だから私もたまにさ、アイス枕を、こう、使って、スーッとね、寝るようにしてるんだよね。それ使うとね、寝やすいんだよね。だからそういう感じで、質のいい睡眠っていうのを、ちょっと心がけてみるのもいいんじゃないかな。疲れはね、大敵だからね。はい、それじゃあね、龍神のね、龍神カードさんからもアドバイスもらいたいと思います。今日出たがってるね、龍神様。はい。雲龍、ほら。はい、あなたは見守られている。ね、あなたはね、守られてるんだって。そう。だからね、なんていうのかな、雲のようにね、ふわふわっとね、空からね、そう、空から、下っていうか、人の世界をね、眺めるようにね、過ごしていけばいいよって。そうすれば、心って軽くなるんだよって。そう、もうごちゃごちゃっとしたさ、普通の目線で周りを見てたら、見えるものも見えなかったりするんだよ。だけど、ちょっとね、心を軽くして、俯瞰の世界で、こうやって、下をね、上からこう下をね、見下ろすような感覚、ね、イメージしてごらん。そう、できるはず。そう、そういう感覚で、周りを見ると、そう、いろんなものが見えてくるよって。だから、前は、約束したのに、その約束事が果たされなかった。ね、なんでそういう人だったって気づかなかったんだろうってね。すごいトラウマになったけど、俯瞰してみたら、ああ、そういう人だったんだ、みたいなこと気づけるかもしれないって。そう、これから先。そうそうそう。いろんな視点から、お相手を見ることで、なんていうの?お相手のことを深く知れる。恋は、例えば恋に、例えるけど、恋は盲目って言うけど、本当に恋ってさ、こういう狭い状態でしか相手を見てないから、相手のね、悪いとこ見えないけど、俯瞰で、ファーってさ、ね、広く見れば、相手のいいとこも悪いとこも全部見える。そういう風に、そう、雲のようにね、上から、ね、いろんなこと、眺めてごらんってね、雲龍様も言ってくれてるんだと思いますよ。ね、そう、あなたは、まず見守られてる。ね、守られてるっていうのを、そう、自覚してごらんって。ちゃんと守られてるよって。ちゃんと守ってあげるから大丈夫って言ってくれてる。ね、雲龍様優しいね。本当にさ、B さんの時だっけ ?B さんの時もさ、言ったんだけどさ、龍神様って優しいんだよ。なんか基本的に。みんな。守ってるよって。あなたのお願い叶えてあげるよとかさ。優しいのみんな。そう。
もうほんと言ってくれてる。もうあなたに何かあったら大丈夫、守ってあげる。あなたが何かしようとしたら大丈夫、あなたの背中を押してあげるってね、言ってくれてる。そう。だからね、大丈夫だよって言ってくれてますよ。ね、何かあったら空を見てごらんって、雲を見てごらんって、それが私だよってね、言ってくれてるよ。ね。それからね、最初に選んでくれた選択肢のカード。このね、綺麗な、綺麗だよね。そう。あの、女、なんだっけ。あ、女帝だよね。うん、女帝のカードだよね、これ。そう。この稲がね、そう、豊かに。豊かさと愛情の象徴。そう、愛情深くて、そう、いろんなものをもう包み込む。もう慈愛に溢れた人。そう、あなたはそういう人になっていけるよって。こっちでもさ、影響力のある人になれるよって言ってるしさ、こっちでもさ、ね、親切に、そう、思いやりのある猫とすればいいよって出てる。そう、つまりそういう人になれるよってこと。うん。ね、あなたにはね、そういうね、こういう素晴らしい人になれる、ね、そういう可能性が大いにあるから、ね、自信持って、これからもね、進んでほしいですね。何かね、そのトラウマ、すぐにね、消えるわけじゃないかもしれないけど、ゴールはね、そう、ゴールは本当に間近だよってね、カード出てくれたから、それを信じて、うん、歩んでみてくださいね。ね、何かあったらね、またね、そう、トラウマ消えないんだけど、とかさ、うん、どうしたらトラウマ消えるの?とかさ、うん、そういうことコメントでね、書きに来てね、うん、やっぱりこ、うん、やっぱりトラウマ消えないんだけど、とかさ、そう、またこういうことあったんだけど、とかさ、何でもいいから、言いに来てね、うん、そしたらまたさ、リーディングするから、うん、ね。はい、それじゃあね、Cさんのリーディング終わろうと思います。何かピンとくるメッセージありましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、リーディング後の雑談なんですけど、そう、すっかり忘れてて、後撮りになってるんだけど、そうそう、トラウマについて、まあ、ちょっと雑談、ね、ついでにしようかなと思ってたんだけど、まあ、トラウマってさ、誰しもあるよね。うん。まあ、私もあったんだよね。まあ、まだまだあるっちゃあるんだけど。でも、本当に、多分、一番ひどいトラウマがあったんですよ。うん。で、そのトラウマに関しては、高校生の時に、うん、植え付けられたトラウマで、で、本当に、もう、しばらくの間は、本当に、そのことばっかり考えるような感じで、辛くて、で、まあ、歳をね、うん、時間が経つにつれて、その、辛さとか、そういうのは忘れられるようになったんだけど、時折、フラッシュバックするんだよね。もう、ふってね、ふって思い出すの。で、それが本当に辛くて、もうね、もう頭ブンブン振って、もうやめてって感じ。もうやめてって、もう出てって出てって、私の頭から出てって、みたいな感じで、もうフラッシュバックが辛すぎて、なんで忘れられないのって、もういいじゃんっていうぐらい辛かった。そう、そういうのが、まあ長年続いて、まあ30歳。うん、30代になるまでそれが続いたの。高校生の出来事が、30代になるまでフラッシュバックで続いていったんだよね。そう、それぐらい深い傷だったんだよね。うん。だけども、いつの頃からか、フラッシュバックしなくなったんだよね。多分、
今の旦那と結婚したあたりからかなって思うんだよね。その引っ越した時ぐらい、北海道出身だったんだけど、だからもちろん辛い経験はその北海道でしたんだけど、その北海道を遠く離れて今関東に住んでるけど、関東まで来て旦那と結婚して、なんか全然ね、全然思い出さなくなったし、フラッシュバックもしなくなった。なんでだろうね。よくわかんないんだけど、あ、トラウマって消えるんだってね、思った。不思議だった、すごい。だからね、悩んでる人いたら、なんか突然ね、トラウマ消えることってあるんだなっていうのを、ちょっと、私の体験談、としてそう覚えててくれればいいかなって思う。それをね、そうそう、だって消えることあるらしいよみたいな感じでそう、そのでも理由を考えたら、やっぱり幸せ、本当の幸せっていうのを感じられたからかなって思うんだよね、トラウマが消えた原因。そう、ああ、もう本当に生まれてきて初めての感覚だった。幸せって、本当の幸せってこういうのなんだって感じた時に、本当に今までに感じたことのないような感覚を味わったの。そう、道を歩いてた時に、そう、感じたの。ああ、幸せって感じで、本当にこうやって、ね、手組んで幸せってね、やっちゃうぐらい幸せだった。そういうことが起きるとトラウマって吹っ飛ぶのかなってちょっとね、思いましたね。だからね、あなたもそう幸せをね、そうゲットできた時、ひょっとしたらトラウマ吹っ飛んでいくかもしれないよ。あとは、私のトラウマって、まあ、その一番ひどかったトラウマと、あと恋愛関係でも、なんかトラウマっていうのがまあ、二つぐらいあるんだけど。でも恋愛関係だと、あんまりね、深くね、引きずらないっていうか、まあ、今の旦那がいるからかな。結婚したからかな。あ、もういいやって感じ。昔の男のトラウマなんて知らないみたいな感じになるのかな。そうそうそう。ただその一番深かったトラウマっていうのは、女のね、友達同士のことで、受けた傷だったから、ちょっと本当に傷が深かったんだよね。人間として、そんなことする人いるんだってびっくりしたし、なんでそんなことするのって思ったし、本当にそんなことされる覚えないって思ったし、とにかく本当辛くて、そういうことする人って女の人の方が多いのかな。執念深いっていうかさ、なんか執念っていうか、すごいねちっこいっていうかさ、すごい、悪い、だから女の人同士のトラウマの方が、私はね、そう、私はなんかもう辛かった。だけど今はフラッシュバックもないから、安心してるし、安心して寝てるし、あ、でもね、私たまにね、寝てる時に叫ぶんだって。自分ではわかんないんだけど、あ、でもね、叫ぶ時ってめっちゃ大きい声出すんだって。で、その喉が痛くなるの。私も喉痛くなるぐらい叫ぶんだ。で、その喉の痛みで起きるんだよね、バーって。そう、それぐらい叫んでるみたいで、でも叫んだっていう記憶はないの。ただ喉が痛いだけで。で、よく旦那がどうしたみたいなどうしたってか飛び起きてくるんだけど、そう、そういう時大体私叫んでるらしい。
それも何か嫌な夢をね、見てる可能性が高くて、そう。ただ、フラッシュバックはしてないから、いいやーって感じ。だってさ、記憶にないんだもん、夢の方は。うん、記憶にないなら全然いいじゃん。うん。ね。だからね、私は、なんでだろうね。なんで、トラウマ消えたかははっきりわからないけど、多分、そう、幸せ、本当の幸せを手に入れたから、じゃないかなって思います。はい、それがね、今回の、はい、雑談でした。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回。バイバイ。